書38節から42節までの御言葉です。教読します。아리마대사람요셉은예수의제자이나유대인이두려워그것을숨기더니이일후에빌라도에게예수의시체를가져가기를구하며빌라도가허락하는지라이에가서예수의시체를가져가니라前に夜예수のところに来たニコデモも持ち薬とアロエを混ぜ合わせたものをよほす30キロ、キログラムをパクリ持ってやってきた。イエスが十字架につけられた場所にその王があって、そこにはまだ誰も葬られてられたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。皆様、平安に。世界を生かす宣教師です。その荒れ果てた地を譲りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。今日이한날많은지금까지의예배들을드려왔지만今からたくさんの礼拝を捧げましたけど、今日一番聖霊の満たしを味わう、そんな礼拝になれるように、礼拝を捧げるとき、皆様の中にあるすべての呪いと呪いが去っていく、そんな礼拝になるように祝福します。私たちが一番いつもチェックするべきなことは、私の人生の方向と目的は何であるか。いつも生活しながらそれをチェックしなければならないんです。そうじゃなければ、私たちも知らず本当に早く変わっている世の中で、道に迷う、なぜ生きているか、そんな理由も知らず、時間を無駄に過ごしてしまいます。それで毎日皆様が確認するべきなことは、私が生活している人生の本当に重要な方向は何でしょうか。人生の目的をどこに置いて生きるべきか、それを考えてみなければならないんです。どんな生活と仕事と環境の中にいても、神様が私たちに対したそれを分かったら、私たちの人生の目的、それを分かるべきなんですけど、使徒一章八節のように、あなたが地の果てまで証人になると書いているように、私たちの人生はそうです。神様がなぜ私たちを救ってくださいましたか。なぜ聖霊で私たちの中に共におられ働いているんでしょうか。それは他のことじゃないんです。一度しかない私たちの人生が証人に、生活になれるように、キリストで私たちを救ってください。でまた聖霊で今も共に働いているんです。もしそれじゃなく他のことが私の人生の方向と目的になっていると、もうそれが成し遂げられることはできるんですけど、私たちが一生懸命頑張ってそれができるかもしれないですけど、神様が私の人生に対した正確な目的を逃してしまったら、成功しても本当に今日を私たちは虚しくなり崩れてしまいます。それで
毎日確認するべきなことは、私人生の目的は何か、方向は何か、それです。それを確認すればするほど、神様が私たちになぜこんなにものすごい恵みを与えてください、世の中の人々がわからない聖霊を私たちに与えてくださって、共に働いているか、それを分かるんです。それ本当に私たちの人生において神様の目的が何かを探して、本当に実際的な答えが始める、こんな習慣になることを祝福します。今日の本文はヨハネ19章、先週の18節に続いて、イエス様が十字架で本当に死んだ、それが表しているんです。それでイエス・キリストの死の意味、イエス様の亡くなった意味、いろんな有名なヒーローたちの死があるんです。でも世の中の人々の死は、人間的ないろんな教えはあるかもしれないんですけど、イエス・キリストの十字架の死はキリストとしての死ですから、そのイエス・キリストの死の秘密を分かるこそ、キリストの中の豊かな祝福を味わえるようになります。世の中の人々の死とは違う、イエス・キリストの死の意味を探したこそ、その死の前で私たちの人生の問題が何か、絶対解決できない問題の中で主が私たちに与えたことが何か、それをイエス・キリストの死の意味を悟ったこそ分かるから、今日の本文を通って賛美隊が賛美した通り、たくさんの時間を今まで過ごしてきたんですけど、キリストの本当に豊かなその祝福の中に入られるように、第1番目、本当の人間の身を負って来られ、十字架に死ななければならなかったでしょうか。その理由は何でしょうか。イエス・キリストの死はイエス様が本当の人間であることを証拠しています。イエス様が人生を、人間の誠意を持ってこの世に来られました。それで十字架で死んだことを、それを信じない人々が、イエス様が生きているその時代でも、初代教会の時代でも、今も時代でも、イエス様がこの世に来られ、十字架に死んで復活したことを教会に通っていても信じていない人々が大勢います。なぜ信じていないでしょうか。でもイエス様は本当に人間のそれ身を負ってこの世に来られました。初代教会、コロッサイ教会の中でも、いろんな人々が、団体もイエス様が人生で
人間の身を負って人間のせい、それを否認する、そんな人々がいました。それでイエス様の死と復活を否認するとどんなになるでしょうか。だったら私たちが それを人間は本当に乙女マリアから生まれ、私たち信仰を告白することごとに告白していますけど、乙女マリアより生まれ、人間の身を負って生まれたんです。ヨハネ1章 4章2節に見たら、人となってきたイエス・キリストを告白するはみんな神からのものです。それによって神からの霊を、魂を知りなさいと言います。イエス・キリスト、人となってきたイエス・キリストを告白する魂、それ大勢の人々がそれを認めていないんです。イザヤ7章14節に、見よ、少女が身こもっている、 そして女の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると言いました。その御言葉の通り、イエス様は乙女マリアより生まれ、聖肉身したんです。それでマタイ1章23節に、少女が身ごもっている、それは、そして女の子を産むと、それはヨハネ、イザヤ7章14節の御言葉をそのまま言っております。また1章23節に、それは本当にイエス様が人の身を見て来られたこと、それでヨハネ1章14節にも、言葉が人となって私の間に住まわれる、私たちはこの方の栄光を見たと。それでまたピリポ2章6節に、キリストは神の御姿である方なのに、神はあり方を捨てられないと考えず、イエス様は本当に死ぬためこの世に来られた、神のあり方である、あり方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての習性を持って現れ、8節に、自分を人としての習性を持っておられ、死にまで従い、実に十字架の死にまでも慕われました。十字架に死ぬためイエス様がこの世に来られたことを言っております。だったらなぜイエス様は人の身で来られたんですか。私の罪の問題を解決するためだったら、それ御言葉でしてもいいのに、みんなのあなたたちの罪はみんな解決されたと言ったらよろしいのに、なぜ十字架の別死と別死を受けて十字架に死ななければならなかったでしょうか。なぜこの世に来られ、聖肉身して、また十字架につけられたでしょうか。それは他のことじゃなくて、人間の罪、死、霊的な身分の問題を解決するためでした。私と皆様が持っている罪で
来る死、そこに落ちているんですけど、私たちの霊的な身分がそうだから、その問題を解決するため、イエス様はこの世に来られ、十字架で死んで、死ぬメッシと、メッシと苦痛を受けたんです。アダムとハワが不信仰しました。それで、不尊重の罪で、人間は、罪と死とサタンの奴隷になって滅ぶべきな身分になったんです。創世記3章1節から、神様から離れた人間に対して出ています。創世記2章11節に見たら、アダムに言ったでしょう、の知識の実を取って食べてはならない。で、神様から離れる、そんな問題、それで生まれる人は生まれる時から本来罪の人になっております。ローマ書6章17節に、神様に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、それでヨハネ8章44節は、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであった。だって死が来て、私たちは罪の奴隷で、身分が悪魔に属して、時間が経てば経つほど、悪魔の身分だから、滅亡するべきな、そんな身分でした。どこから、そこから出られないんです。その問題を解決するため、血を流す働きがなければならないんです。それでイエス様が、その血を流す生贄を捧げなければならないんだから、その問題を解決するため、レウィ記17章11節に、肉の命の血の中にあるからで、それで命として贖いをするのは血である。血がなければならないんです。それ、命は血であります。ヘブライ書9章22節にも、律法によれば全てのものは血によって清められる。それで、血でなければ生贄が、罪の許しはないんです。血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。それで、本当にイエス様が私たちの罪のために、十字架につけられて、血を流して、それを解決したんです。知ってくださったんです。それで、イエス・キリストの十字架の死は、私の罪、死、霊的な身分の問題を解決した贖いの死です。私たちの罪、死、霊的な身分の問題を解決した十字架の死です。コリント2章5章21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたと。神の義となるため、その方にあって、そう言っております。エペソ1章7節にも、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。コロサイ1章13節14節にも、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。本当にキリストが十字架に血を流してから、私たちは贖い、罪の許しを得たです。
ペテロ一章三章十八節にもキリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでしたと書いております。このキリストの義を、十字架の血の流しで、それをイエス・キリストの十字架の死で意味を分かれば分かるほど、私たちは誠の死から解放されます。罪の問題を解決され、本当の自由で勝利されます。それで律法の呪いを解決するため、イエス・キリストは死んでくださいました。申命記21章23節、この死体を次の日まで木に残しておいてはならない。パウロは復活したイエス・キリストを会う前には、それで復活したイエス・キリストに会って、十字架に死が神様の愛であること、律法の呪いを終わるための十字架、神様の愛であることを悟ったんです。ガラティア書3章13節に、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。イエスが木にかけられたものはすべて呪われたものであるから、それからイエス様が本当に私たちを贖うため、私たちが律法の呪いにでかけて生きる必要がないんです。私たちがイエス・キリストのため、私イエス・キリストが私たちを本当に救ってくださったから、律法を私たち本当にそれを行うことできないんです。それを守ることできないんです。本当に律法を守ることができなくても、イエス・キリストによって私たちは力を加えてくださいます。イエス・キリストが十字架にかけてつけられて、私たちのすべての罪によった呪い、律法の呪いを担当して、神様の御子で私たちを救ってくださったんです。ガラティア4章4節から6節に、私たちのために呪われたものとなった私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。6節には、あなた方は子であるゆえに、神はアッパ父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。十字架の死が、イエス・キリストの死が本当に神の未来、子だから、未来を私たちの心に遣わしてくださいましたと。そうです、イエス・キリストを心に受け入れた者は神の御子になって、本当に聖霊を受けたもので、アッパ父と呼ぶ。それでヨハネ14章16節に、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主はいつまでもあなた方と共におられるため。それでコリント3章16節に、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなたの肩に留まっておられることを知らないのですか。そうでしょう、私たちは聖霊が私と共におられるから、私たち勝利されます。
一言で言えば、イエス・キリストの十字架の道は私たちの全ての呪いを完全に終えたんです。また一章十二章、女の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。誰ですか？イエス・キリストです。ヘブライ書9章12節にも、ヤギと子牛のその血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖書に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。それで本当に私たちは、私たちが主に進むとき、私たちの罪を解決してくださるんです。永遠の贖いを成し遂げられて、ヘブライ書10章12節、またヤギと子牛の、しかしキリストは罪のために永遠の生贄を捧げ後、神の右の座につきと、イエス・キリストが完全な贖い、私たちはもう血を流す必要はないんです。イエス・キリストの十字架の道は完全で永遠で全てなことです。完全な救いを私たちは受けました。それで毎日毎日その救いを味わいなさい。十字架の死は私たちの身分を変わった、それです。私たちは罪の奴隷で、サタンの奴隷に、奴隷の身分でした。その身分を変わした死がイエス様の十字架の死でした。すべての呪いを完全に解決した。それで私たちを神の御子になさる、それがイエス・キリストの十字架の死です。それで血の中で、罪の中で血を流す必要がなく、本当の自由を味わえる、そんなところに私たちを立ててくださいました。それがキリストの本当の死の意味です。その中で誠の自由と幸せがあるんです。本当にこんな祝福を受けて味わう皆様になれることを願います。2番目、イエス・キリストの死はただの死じゃなく、御言葉の成し遂げです。御言葉の成し遂げ、人間は神から離れたその瞬間、神様が私たちに創世記3章15節を与えてくださいました。女の子孫、この御言葉の成し遂げがイエス・キリストの死を通って私たちに成し遂げられたんです。ずるいサタンはイエス・キリストを、パリサイ人がユダヤ人がイエス・キリストを十字架につけたんじゃないんです。それはサタンの勝利じゃなくて神様の勝利を言っております。イエス・キリストが十字架に死んだこそサタンの頭を砕きました、踏み砕きました。それでイエス・キリストの死によって生贄、出エジプト3章18節のエジプトから出たそのイスラエルの民が杉越の生贄が細かくなったのが、それ、牛の血をつけたんですけど、それがイエス・キリストで本当に成し遂げられた。私たちは世の中で呪いの、サタンの呪いで生きるべきなんですけど、杉越の生贄の血をつけたこそ私たちは本当に
이 선호 날마다 누려 가야 되는 것입니다. 그리고 이사야 53장 1절부터 보면은 예수님 아마 딴 이사야 이 43章5節に見 たら 私たちの背きの罪のために差し通され私たちの咎のために本当に彼らの彼が 私たちの背きの罪のために差し通され私たちの咎のためにまた彼らの懲らしめが私たちの平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。それで本当にイエス様の死によって私たちが本当に 本当の幸せまた贖いを受けたことを分かって毎日イエスキリストを掴むべきです。イエスキリストの死は死方の問題を誰が解決できるでしょうか。それを避けるものは誰もないんです。マタイパリサイ人たちがピラド総督の前に来て話しております。イエス様が生きている時言いました。 言いました。死んだ後3日目に蘇ると、それで本当にイエスキリストの体を盗んでいくと、それで墓を作ってそれを守りましょうと言いました。それはイエスキリストが言った、それをその人たちが 分かったから、怖かって3日目に復活することを分かったから。でもイエス・キリストはその死の問題を解決して復活したんです。聖書に言った通り、死んだ人々の中からよみがえったんです。それでイエス・キリストが 예수 그리스도가 티모데 1章10節に死から滅ぼし、死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されましたと。コリント15章54節にも 死は 勝利に 飲まれたと記されています。御言葉が実現します。死ぬ者が節を切るとき、それでイエス・キリスト死と復活は、イザヤ25節8節にも永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の 死の奥義を分かれば分かるほど、キリストの中の祝福の意味を悟られる、そんな信仰の生活をするように祝福します。死を
避けたイエス・キリストが今も私たちの中に霊に共におられます。この世は死の権利を握っているサタンの奴隷になって生きるようになっています。その死を避けたイエス・キリストが今も私たちの中に神の国を国でおられます。この世は死の権利を それで私の中におられる、また成し遂げている神の国、そのそれを握る祈り、それでイエス・キリストが神の国に対しておっしゃったとき、祈りを教えたとき、主の国が、神の国がここに臨まれるようにと言いました。マタイ6章33節にも、まずその国とその義を求めなさい、その時すべてをあなたに加えると言いました。それ最後に40日の間神の国に対して祈りました。なぜでしょうか。サタンの権利を握った悪魔が、その権利でこの世で、この世の王でおられるから、私たちは神の国を望む祈りの中に入らなければならないんです。どうしてでしょうか。具体的な奥義をもうすでに言いました。矢倉、旅程、道しるべ、あの検察会の時に私言いましたけど、教会に今登録して、毎日私たちと運動をしながら会っている方なんですけど、先週の月曜日に会った時、昨日は矢倉旅程道しるべをなぜおっしゃっていないでしょうかと聞きました。神のすべての祝福が含まれているのが矢倉旅程道しるべです。神の国です。それが矢倉は何でしょうか。アブラムにおっしゃってくださいました。あなたと共におられる、誰もあなたを超える方がない、あなたが私があなたと共におられる、それが矢倉です。アブラムにまた言いました。私があなたにこの万民を祝福を加える、それが旅程です。私が教えるその地に行きなさい、カナンの地、それが神の国が成し遂げられることです。道しるべです。一言に言えば神の国です。それでヤグラ予定道しるべを通って、皆様の中に神の国が望まれると、私たちすべての死を超える、避ける、祝福な答えが皆様にあるように祝福します。賛美して祈りしましょう。祈りの課題を見ましょう。キリストの死を通ってあがなった救いです。キリストの死の意味を分かる伝道で死の祈りです。私たちの人生、イエス・キリストの死はキリストの死です。その死の意味を分かれば分かるほど、ものすごい祝福を私たち味わえるんです。私たちの人生の方向と目的が伝道師の道にあるようにしてください。2番目、キリストの死を通ってあがなった救いを祈りで味わえるようにしてください。3番目、死を滅び新しい命、永遠な命を保証してくださったキリストの中で全てを
見られるようにしてください。すべての事件も영원한생명새로운생명을주신그보장해주신永遠な命を私たちに守ってくださる。それ祈りの課題を握って賛美しましょう。